はいどうも、ひろとです。よろしくお願いいたします。本日は、ついに、あのメーカーさんから、グラブが届きました。早速、紹介していきたいと思います。それが、こちらになります。はい。リオさんのオーダーグラブとなります。水色とキャメルで作っております。この親指の指掛けや、小指の指掛けの紐がグレーとなっております。で、刺繍が、食べ放題大好きヒロトになっています。こちらショーヘイズと入っております。はい、では早速こちらを水揉みしていきたいと思います。では早速やっていきまーす。では早速水に入れていきたいと思います。普通の常温ですね。こちらまず硬い方ですね、土手の方から入れていきます。はい、10秒ぐらいですかね。で次小指の方へ。こちらも10秒ぐらい入れていきます。よし、水を絞っていく感じですね。これを残んないとキャメルなので水染みができちゃいます。よし、まず軽く揉んでいきます。まず自分の取る位置っていうのを決めていきます。この土手のこのラインを決めていくので、このしっかり閉じるところのラインですねをしっかり決めていきます。でこの時はポケットを崩さない、いつも通りやっていきます。で戻して、次は逆側のラインですね、このラインですねを作っていきます。でこれもポケットを崩さないように、ポケットを作りたいところに手を押さえていく。パンチャーを使って軽く顔を伸ばしていきます。このここですね、一回潰したところ、こうやって一回叩いていきます。こっちの方を叩いていきます。指側を叩いていきます。ウェブのところですね、このウェブのやっぱ紐のところはやっぱ硬くなるので、ここをパンチャーで叩いていきます。土手をほぐしていきます。土手をほぐさないとやっぱ使えないので、土手をほぐさないと。よし、入れたのでやっぱり柔らかいんですけど、まだポケットとしてはできてないので、ポケットの形状を覚えさせる。やっぱりこれですよ、ドラゴンボール。これを入れてポケットの形状を覚えさせる。これでしっかり持っていきます。で逆側ですね、親指の方もやっていきます。で今回このグラブなんですけど、ポケットやっぱりウェブ下も作りたいんですけど、ここはですね、重点的なポケット作っていきたいと思います。よっしゃい。よし、で次はこのポケット縦ラインを作りたいので、次真ん中にドラゴンボールを置いていきます。次で先っぽの方もポケットを作るので、先の方にもドラゴンボールを置いて形状を覚えさせていきます。エッジ付きなのでこの辺やっぱ硬いですね。
次パンチャーでポケットのところを叩いていきます。こんな感じですね。でもっと叩いていきます。あ、来た。いいんじゃないですか。ひねりで取った方がいいグラブなので、これはこれでいいのかなと思います。硬いところや気になった部分を叩いていきます。よし、よし、よし。いい感じじゃないですか。おー、来た。パカパカ系の公式用のグラブです。いいんじゃないですか。おっせおっせおっせ。曲げ方が外野用だって。まあそうですね、外野用ですね。リュウコも言ってるよ。来た。終わりました。この後乾かしていく感じになります。はい、というわけで今回はディオグラブを片付けてきました。しかも水もみで、人生初水もみかもしれないですね。ディモミはマーゴで一回したことあるんで、結構水の入りがいいですね。水もみしかもジュテルレザーなんで片付けしやすかったです。今回の片付け、ちょっとウィルソンの87型っぽくしました。でちょっとひねりを加えて、親指じゃなくて小指を効かせて取るグラブにしました。はい、というわけで今回はディオグラブを片付けしました。しかも試合後2試合やってモンタナスポーツさんに来て片付けをしました。まあ疲れたんですけど、まあやっぱり自分が今後使っていくグラブなので時間かけて片付けして、で来シーズンこのグラブを使っていってサードやセカンドで使っていくので、ぜひ注目してこのグラブでナイスプレー連発できるように頑張りたいと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。